はい、と英雄伝説黒の奇跡実況プレイのパート8やっていきたいと思いますと、九州界を再び回ろうということで再び探索をしていきたいと思います。で、どこ行けばいいんだ。このエリアで大体見たのか。じゃあクエストの進行ですかね。この辺の会話軽く読むぐらいで、音読なしで。うん、この人が依頼主みたいですね。ですよね。俺もそう思います。バイトだからバイト。うん。ダニエル。うん。やっぱ何かこの3つのやつが変動するみたいですね。これ選択肢によってあれかな、あのローかグレーかがどっちかが増えるってこと。調査対象の特徴、黒髪で茶色のジャケットを着ている。うん、よし、業務開始だ。旧市街はこんなところだな。ロトさんからの依頼、駅前通りに向かう必要がありますね。そっちでも 4SPG が来ていないかチェックする必要もありそうだが、まひとまず行ってみるか。あ、駅前通りに向かえるなった。ではいろんな便利項目が四角ボタンに入っているってことね。そう覚えておこう。駅前通りか。いろんなお店があるんだろうね。7区イギリス駅前通り。ここの紹介はいらないな。はい、さすがに何回も来ていますから。裏解決屋としても結構立ち寄る場所ではあるな。百貨店の装備やら薬やら大抵のものは買い揃えられる。で、向こうのオーバルカフェで財布の整備と調整ができる。必要な準備はこの2カ所で大体賄えるから、そこさえ押さえておけば問題ないだろう。それと遊撃士協会、共和国の総支部もありますね。あっちは用がない限りなるべく近づきたくはねえが。どうしてですか？ある意味うちと競合してるし、こっちはいろいろとグレーな商売なんでな。目をつけられると面倒だ。お前が行くってなら別に止めねえが。そうですか。あれ、でも前にリバーサイドで会ったあの方とはお知り合いみたいでしたけど。さて、ロットから連絡が来るまでの間適当に見て回るとするか。はい。というわけで、ロットからの連絡待つ間にちょこちょこと活動をしていくよってことでね。何をするの？まあ、あちこち入ったらね、ワープポイント作っていくっていうのも大事だね。あ、いや。まずはウェストン。
ウェストン百貨店、様々な日用品から高級な品まで取り揃えた老舗の店ですよね。そういえばここの2階に動力銃を扱うお店があったような。ああ、許可証を持つ人間しか入れないガンショップがあってな、サンダーズっつう店です。用事があるのはそこだ。薬屋なんかもあるし、他の店も一通り立ち見てみてもいいかもな。買い物とりあえず見てみよう。どれも自慢の一品よ。レシピだ、買っとこ。高えな、レシピも高えな普通に高えな。ニガトマト、あ、ニガトマトってやっぱりなんだろう、リベールがそのニガトマトの名産地みたいな感じなんだね。またどうぞ。おか？お。どれにいたしましょう。バナナシリアルバー。金額の割にちゃんと CP とかも回復するし、あ、なんかポイントの表記がある。これ買って食べた方がいいのかな。またお越しくださいませ。アチーブメントに関係があるのかも。あ、そういうのちゃんと見ないとダメだ。危ねえ危ねえ。あるある、そういうことか。ちょっと食い物が侮れなくなったぞ。他にもそういうものがあるはずだ。ちょっと見ていこう。どういう意味があるのか分かんないけど、改めて。あとなんかあれだね、バンの手帳にあの甘味は1日1回までとかって書いてたけど余裕でなんかね、余裕でそれ破りそうだけど。ここは食いもねえな。あら、いらっしゃ。そうそう、見るのはただだよ。いつでも見においで。お花はいかがですか？お花はいかがですか？またお越しくださいませ。チョコラサブレ、ごちそうさん。あー、なんか増えてく。何だ、どういう意味があるのか分かんないけど、まあ一応効果はあるから戦闘中に食べた方がいいんでしょうけど。いや、もう、あ、今なんかもらえたな、見てなかった。染み渡るぜ、染み渡るぜ、染み渡るぜ、染み渡るぜ。ごちそうさまでしたごちそうさまでした。オッケーオッケー。多分どっかしらになんか乗ってんでしょうね。あ、ここだ。あ、
食べることで乗っていく。なるほど。でこれでちゃんと能力値の基礎値が上がるんだったらガンガン食べた方がいいじゃん。では向かいましょう。なるほど、これはだいぶ家電を使う話になりそうだな。まあ最悪あのいつも通りなんかあのゼラム系売って一気に金作ってっていうのを今回もやっていくよ。ブティックカートゥーンチーフ夢に送れる、だって買ってあげよう。防具、男性用女性用、性能がいいな、買っとこうか。竹、靴竹。装飾品はまあそのうち手に入る。待てよ、これは怪しいな。一気に金減ったんだが。またのお越しをお待ちしております。いやい、まだ上の階がある。ジャンキー、やっぱり。いや、待ちかなってていいや。でここね、危険の整備。ああ。許可証は持ってるな。お、スティールエッジ、スカラーロット。でもって金がない。ゼラムパウダーさよなら。グリップと高速回転機構。ああ、専用とそうでないのがあるんだ。で、こっちで魔法攻撃上げていくんだね。あ、でもこっちの方がちょっと上がるのか。まあ、ミラージュタービンっていうのを、ワンにつけて、このレザーグリップっていうのを、あ、命中率こっちの方が高いんだ。なるほど。必ずしも専用品が強いっていう判断するのは早計っていう感じだね。で、所持品の強化。いうマテリアルがあるんでやっちゃいましょう。オッケーオッケー。で、この辺はもう売却でいいね。またいいもん揃えとくぜ。オッケー。とりあえずこの章はこの装備で切り抜けられそう。あれ、そこをやっとっけ。はい、寄ったね。寄った店だね。あ、これは上のあれか。武器屋の方か。で、最初こっちから来たから、でけえ街だな。 GTA とかだったらここ余裕で渡るんだけどね。やっぱり、ここからだとトリオンタワーがよく見えますね。高さ230アージュ、
イーディスのどこからでも見えるランドマークタワー。旅行者は駅から出たらまずはあれとごと、ね、ってわけだ。でね、こういうところさ、あの光の壁、この見えない壁とか作っちゃうのさ、あのなんだろう、ちゃんとゲームなんだなっていう、自由にさせすぎないっていうかさ。さて、オーバルカフェイオタ、ここって珍しいお店ですよね。オープメント製品を買いに来た客をこじゃれたカフェでくつろがせる。ここのオーナーはマジで先見の、あ、なにこれ、先見の目でいいのがあると思うぜ。確かオーナーさんはバリスタでもあるんですよね。ああ、なかなかの変わり者みたいだな。とりあえず用があるのは 1F の工房カウンターだ。早速覗いていくぞ。わかりました。じゃあそこは後だな。他から見ていきまーす。これ、冷蔵庫。ノートパソコン。いいね。俺もノートパソコン欲しいな。ごつくない?すげえ、6つも台がある。やりや、なんか、ね、すげえな。何がお好みかな?あ、買いまーす。あ、やっぱ一度食べたことあるものはちゃんとチェックつけてくれるのね。それじゃあね。それならわかりやすいな。やっと、どんどん食べた方がいいかもしれない。へっへい!くしゃみが出ました。どんどん食べちゃおう。染み渡るぜ。ちっちゃいポイントだけども。OK。うん、いいかな。一般カウンター。ああ、これ何回に使えそう。ザイファーカバー。重要ではないんだよな。買っちゃおう。うん。アーツプラグイン?これ読んだ方がいいかもしれないんだ、ちゃんと。ほう。各属性のプラグイン。アーツドライバーの改良、工房機能のあるショップでオーブメントの改造からプラグインセットを選択すると以下のことが可能。アーツドライバーの変更、アーツプライグインのセット、未開封スロット。プラグインセット。まあ、アーツ使ってば、どっちかってばニエスだもんな。あ、で、ここに、はぁ、なるほど。好きな魔法をセットできるんだ。すげえ。属性的に水はもう使えるんだけど、水、こっち土いけるようにしておこうかな。あー、ミラがあればここも開放しておくべきだった。ミラじゃねえや。ティプスよ。あ、ティアつけます。回復はだって二人ともできた方がいいでしょ。一応。へえ。なるほど。これで好きなアーツが使えるわけですね。ああ、それにプラグインは一度手に入れればセット自体は無料だからな。これも習うより慣れるだ。いろいろ試行錯誤してみるのがいいかもな。それにしてもそちらのお嬢様を財布をご使用とは。ま、いろいろあったな。と
当店では他のアーツドライバーやプラグインも取り扱っておりますので、今後ともぜひ今後ともご贔屓に。こちらこそよろしくお願いします。 OK。 おっと依頼主からの連絡か。アークライド解決事務所バンダ、ダニエルと連絡がつきましたよ。もう家から出てるそうなので、まもなく目的地のオーバルスタンに来るはずです。わかった、それじゃあ後でな。ダニエルさんがまもなく到着されるんですね。ああ、早速だが取り組みを始めるぞ。あ、張り込みか。はい。まるで探偵小説みたいなんてことを言ってる場合じゃないですよね。裏解決者の仕事をしっかりこなし、解決しか勉強していかないと。いいね。メンテナンスはお任せを。コーツ作ってドライバーの購入セレブレイト。ほう。ブレスが使える？ブレスが使えるのでかくない？ちょっと待って、これ買うよ。セラスも使える。てかセラスがなんか空属性アーツになってるし。ああ、プラグインもやっぱ金で買えるんだ。へえ、ちょっと待って、それはちょっと優秀すぎる。今回の。あんま金使いたくないとか思ってたけど、使っちゃうわ、これ。金なくなった。ごひいきに。ってなってくるとよ、これセレブレイトにして、あ、そうか、あくまで工房でプラグインはセットしないといけないんだ。なるほど、いつでもどこでもってわけにはいかないわけね。いいね。あ、しかも1個あれば何人でもつけれるんだ。すげえ。どうぞごひいきに。で、モーバルカフェで張り込み。なるほど。あ、オーバルカフェ行くか。あ、こっちでいいときか。ここだもんね。ね、はい。じゃあここから先イベントが進行しそうなので、とりあえずここら辺で一区切りにしておきたいと思います。いやー、もう前作とはまるっきり違ってきましたね。そのオーブメントの仕組みっていうかさ、まあ言っても空と線しかやってないから、ね、線寄りの知識の方がやっぱ濃厚だったりするんですけど、空とも線とも違うような全く新しい仕組みになってるのがね、まあちょっと慣れるまで時間はかかれそうですけれども、なんかね、今後どういったことができるようになるんだろうっていうのがちょっとワクワクしますよね。どうしても、うん、もうどういったスキルが出てくるのかなとか、そういったことを考えながら、進めていくのも、面白いなとか考えながら、また次回もね、続きやっていきたいと思います。はい、では英雄伝説黒の奇跡実況プレイのパート8はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見ていけるな。